ですかはい、あマイクが入ってなかった今自分でかけたコードに引っかかった今。と <laughs> ういうことで仕切り直しです。6月の16日、18日、19日 19日、えー、第3週でございますね。今そこ、放送局、これから始まるということでございます。今、マイクないで何喋ったかというと、2人でやるとやりやすいなって話をずっとしていたわけでございまして、<laughs> まあそんなことでございますけどまあでもね、あれですよ。もうね、今日という日は大変な日なんですよ。本当に。あの、日本が世界にこう、発信する人でもいいんでしょうかね。もう、これは日本の力と言ってもいいんでしょうけども、 日本がとうとういよいよこう世界にこう号令を出した日ということで、今日メルカリが上場したんですよ、今日メルカリがね、であの世界的にもずいぶん注目されて、えー、買い注文が上がりましてです、ね、えー、3000円で出したか 5, とか5000円だとか7000円まで上がったそうですから、これずいぶんとこれから成長していくんじゃないかなという、えー、そういうまあ株式市場から入らせていただきましたけどもね、<laughs> まあそんなことでございまして、今日は始めていきましょう、古今亭春菊の今底放送局。 はい、えー、こんばんは、今亭春菊の今そこ放送局でございます。まあ、この週もね、えー、先週はちょ,っとあのちょっと早めについてですね、ちょっと先に一杯始めてたので、今日はちょっと皆様と一緒に乾杯ができればと思っております。それでは皆様、えー、今日もよろしくお願いします。乾杯ということでございます。いや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 、なんかうるさいですね、ガシャ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 うるさいですけども、これね、今、今、<laughs> あのサッカーワールドカップ、 えー、ロシア大会の日本コスタリカがコ,コロンビアが今、えー、始まったとこです、後半戦が始まったところで今一対一ですよ。ですから生中継今生中継しているのは NHK と放だけですから本当に。行 <laughs> ってきますけどね。僕は基本的にサッカー興味ないですから別に <laughs>、えー、別になんとことない。ただただや今ちょうどタイミングなんでやってるというだけの話なんでございますけどもまあまあねあのー、まあなぜかちょっと今ちょっと盛り上がりかけてるんですというのは今ね。 こっち来るときも、ね、今、牛座の駅、人が本当にいなくて、あれ、これもしやワールドカップのせいで人がいないのかなと思ったら下選手いっぱいいましたからね、これねただ牛座がさびれてるっていうだけの話のことで、別に何でもなかったんですけども、もまあそんなことで今、実はねあの、えー、始まりまして、前半戦でですねあのー、コロンビアチームのハンドがゴール前で出まして、レッドカード一発退場になっちゃったんですよ。で サッカーってのは皆さんご存知ですけど11対11でやるのが精子なんですがなんと向こうにも10人しかいません、ハンデ戦ですもうこれがハンデあっても日本はきっと負けるかもしれないんですけども、まあそれぐらいじゃなきゃ勝てないんですよ、日本は。言ってきますけど今回のチームめちゃめちゃ強いチームですよ、これねえー、ポーランドが世界9位、ね、それでもってコロンビアが16位でもう一回アフリカのチームが36位日本が61位ですから、ね、これね。 プロと大学と高校と中学でやってるみたいなもんですから、これ。で、今、プロが1、まあ、枚ちょっと落ちてね、まあしゅ、将棋で言えば飛車取ったみたいな感じで今、やってますけど、まあ、そんなことでね、今、やってるということで、まあ、それでさらに僕はちょっと慌てて、今、間違っちゃったというところですから、まあ、ここからどうするんでしょうね、このあとね、ちょっと分かりませんが、あのー、セルジュエチゴなんていう、あの人はね、えー ましたからねこのやる前に、もうどうせ点取らないんだから、10人で守れって言ってましたよ、守り通して、守り通して、0 0で勝ち点1、いやこれ本当それぐらいじゃないですよ、あのもう本当に日本は気をつけなきゃいけないのは、こんだけ10対11になった時にはしゃいで攻めていて、カウンターで取られない一番バカみたいですからね、こんなのね、もうな世界の一流チームなんですから、そんな点取ろうと思ったら、もう、ガンガン来ますから、こんなものは。 ね、でまたその、まあ、サッカーの解説も、まあ、日本もなんつあの忖度解説ですから、日本はさですね、絶対負けるって言わないんですよ、予想全部引き分けですから、ねみんな、全チームと引き分けとか、もうそんなわけないんですから、もうそしたら、その人たちはあの、いわゆるなんですかね、予想ができない人みたいな感じになっちゃう、まあ、でもそのなんてうんですかね、国全体のモチベーションを下げるなみたいなこと、また言われるんですよ、だから、本田も言ってますよ、優勝するつもりでやると。 優勝するつもりでやって負けるぐらいだ、ちょうどね。という気持ちなんだと思いますだからまあ、それはまあまあ、まあ、頑張らないに越したことはないですけど、まあ、でももう今回、ほら、香川 PK で1点取りましたから、明日1日これで日本持ちますから、全部でこれね、最初で最後残るかもしれませんから、これで。で、明日朝、日テレはすっきりなしですから、もう、サッカー中継だけやって、 もう日本が負けたっていいんですよ、サッカーもう長もうあの、ね、香川のゴールを20回ぐらい移して、で、違う国のいい試合を移せば、全然それで済むんですから、それで、ね、で、ワールドサッカーの加藤浩次が解説でいるんですから、全然もう何事もなく進むという、そんな感じになると思います。ね、ですから、まあ、奥様方がその退屈にどう応えるかってことですね、これね、サッカーも聞いたらき、あ,のあれらしいです、ね、ヨーロッパとかブラジルでも、うわーっと盛り上がってきた。あ 一部の好きな女子ファンで普通の女の人はサッカー好きじゃないらしいですよ別に本当にあの,あの何カープ女子とかプロレス女子みたいなもんでただその時盛り上がっているやつがそこにいるだけのことでそんなにサッカー好きなわけじゃないそうですからだからそれは日本だってそんなもんですよそれはだからまあもう逆にその変なね変にあのあれですよなんかサッカーにこだわって放送して主婦層を敵に回すよりはね いいいいんじゃないかなかとは思いますけども、まあそんな感じで今まあまあまあとりあえずやっていきますんで私もちょ,っとちょっとした放送ぐらいはしないといけないサッカーの話ばっかり何しろ興味ない人がしゃべってる話ですから全く申し訳ないもう今7分ほど今サッカーに興味ない人がただサッカーの話をしているというそういうことでございますんでもう何にも分かりませんよ本当にもうまあでもそのねやっぱりそのこの間のメキシコとドイツの試合見ましたけどやっぱり やっぱり本当に強いいチームの試合は面白なはだからそのあのさんまさんがねほらサッカー大好きでやってますあの人日本のサッカーのこと一切語りませんからねもう一切語らないで一番好きなチームはスペインってもうそれだけ決めてるんですもうそれでも,もうそれ一番素晴らしいですよそれがもういちいち語らすなとそんなもっと高いレベルの見てんだからっていう話でもうねだからといってやんないわけにいかないんですかねやっぱりサッカーは。 えー、だって61、まあ、1位として日本は130個ぐらいあるんですからねこれねまあまあねでもまあ難しいとこですねサッカーだから野球を一切やめて少し才能ある人をサッカーに持ってきて世界的レベル上げるかあのサッカーやめて野球が国内でが盛り上がるかってどっちかそんな感じやっぱりなかなか世界レベルにはまあ達しませんよねこれね。 あの今度ラグビーのワールドカップもありますけどもうこのサッカーはまだいい方ですよラグビーとかアメリカンフットボールなんてもうその体力差格差といったらもうないんですよでその今ニュージーランドのね昔のオールブラックスっていうチームとオール早稲田のチームが試合した僕見に行ったことあるんですよあの国,え国立競技場かなんかにたらもうあのガッて組んだ瞬間に肩に乗っけられて運ばれてますけどこね もう全然ね、だって日本のラグビーだってそうじゃないですかもう半分以上日本人じゃないですからねだって首相リーチマイケルっておかしいでしょリーチマイケルって <laughs> 全然日本の名前じゃないからねこれね,なんかね例えばリーチが当て字になって、ね、あの腕,腕長さみたいな感じになってリーチとかになってるならいいけどそれはもう何だかわからないんですからねまあそんなことでちょっとまあまあずっとこれ話しててもただ無駄にサッカーの話するだけなんで <laughs> 切りましょうちょっとね <laughs>。 さっきちょっとあのあのわざわざアプリを落としてですねちょっと聞いてたんですけどねあの今ちょっと生中継がしてるというんでちょっと見てみたんでございますけどまあちょっとまあ 1, 1ヶ月じゃなね一週間振り返りながらねお話しさせていただきましょうかねえー、っとそうそうそうまずまずそう先週あの16日にね、えー、毎年やっております武蔵屋さんの えー、も門前春菊話の会という、えー、落語会が無事に、えー、おしまいになりましてし終焉を迎えました、えー、今回はですねちょっとお客様にとっては、うん、ネームバリューという意味ではあんまりない方なんですが、えー、すごく面白い人と楽しい人を集めて、えー、呼んだんですよ、えー、呼んだんですでまあとりあえず紋付きはがさんこれは前これ4年連続出場してます松竹、えー、の はあ、お笑いいコンビでございます、えー、西新井大師の方にありますテン,テンハーフという、えー、ショットバーのダーツバーがあるんですけどダーツバーのママさんの一人息子がメンバーの一人ということでございまして、えー、春季門前春菊の会はもう始まって18年になりますがもう毎年テンハーフからお客さんが20人ぐらい来てくれてるので,です、ね、そのせがれを出さないわけにいかないというそういう <laughs> 大人の事情みたいなそんな感じで <laughs> 出てもらって。 ななかなかでも今回頑張ってましたもう4年目なんですけども、えー、4回目出場でございますで1回目何しろ彼らは松竹というところに所属してまして松竹の新宿より門田という寄席とか出てるんで要するに,にまあそのあれ,れですねいわゆるんつうのランキング戦みたいなのをするんですよ上がったり下がったりする順位をね自分たちのラレベルはでそういうのでまあ上がっていかないとテレビに出ってたりはできないんですがまあその中に出てる子たちで。 まあ、いわゆる、まあ、その若い子を相手にしてるんですよ、えー、若い子 10, 10代の子とか20そこ,そこの子たちは相手にしてるとでだからまあ武蔵屋さんに来るとまあまあそこそこ、まあ、60から上ですよみんなどうやったって、まあ、一番多いのは60代の男の人が一番多いんですけど60から上というところで彼は私たちは絞りきれないんでしょうけどね絞りきれないと思ってやってるなという感じがすごく伝わる,伝わるんですけど でもです、ね、あの本当は、まあ、彼らに一回言ってあげればいいんですが本当に面白いと、ね、年齢関係なく笑うんですよで。自分は若い子だから受けててこっちは受けないと思ってるうちはきっと売れないんじゃないかなというそんな感じはしますけどもで1回目の時、ね、もうズタボロだったんですねこれはひどかったなでも、まあまあ、次回も、ね、よ呼ばなきゃいけない呼ばなきゃいけないというか一応まあ一応、まあ、気を使ってまあちょっと声をかけたんですよしたらすみませんちょっとスケジュール見ますって何でスケジュール見ますって。 ちょっと考えっありがとうございますじゃないのかって俺は思ったんだけどまあっっ <laughs> まあいいんだけどそしたら2回目ちょっとね受けたんですよあっその時浜さんも2年連続出てたんです浜さんが「やっぱり人間っていうのは育つんですね」ってあの「あんな浜さんが育つんですね」って言って3年目出たらねまたつまるなくなっちゃったんですよこれはびっくりしましたねこれねかなりパンチが効いた感じで。 ダメになっちゃったんですけども、で4年目。まあ去年よりはまあ良かった。という感じでこうだ。こう1個こう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 ,こうな感じでこんな感じで、えー、とりあえずまあ5年も6年目もあると思いますのでね、ね、えー、とりあえず頑張っていただいて、えー、と思います、えー、私はほら昔からそのねダブル頃もそうですが、全く売れない頃から使,使ってあげているので、まあ、どんなことになるか分かりませんけどね、えー、ちょっと頑張って。 いいいたただきたいなとは思いますが実はでもちょっとね偶然そのことツイッターがつながってて、えー、ランキング戦落ちましたってこの間出てたんですねでそれあと思ったけどちょっとそれ言うとかわいそうだからそれはもうちゃんと。 あの大人の対応でで黙っててあげましたんでね実は知ってたよって話でございます。はいまあ、それでまあ彼はいいんですけどもその次にまあ僕が出ましてで今回はその中に、えー、林家菊丸君ってい子がいるんですけど、まあ、今回その,子ちょっとその子のネタをちょっとみんなに見てもらいたくてというのは、まあ、ちょっとね新作の子なんですがまあ面白くて、まあそのうんおばあちゃんに伝わるそれもさらになんだろう。 ちょっと入れ歯ネタなんですよ入れ歯ネタの話なんですけど入れ歯ネタのいわゆるシンデレラストーリーっていうんですかあのおばあちゃんがその入れ入れあの合コンに行ってそしたらあの入れ歯を落としちゃってでその落とし拾ってくれた人がすごい素敵な人だったんだけどもあの奥奥奥奥嫁に帰ってこいって言われたもんだから入れ歯置いたまま帰って行っちゃってで入れ歯を探して歩くっていうそういう場しょうもない話なんですけど、まあ、それちょっと面白いですよ。もうその もう本当にひっくり返るみんなよく笑ってくれまして、まあ、よかったなと思いました。そして休憩の後、ナガさんというね、今回初めて共演しまして、えー、っと、これはコまごめじゃないや、新三川島でだった浜さんの会に来てくれて、打ち上げも出てもらって一曲歌ってもらった、えー、ケンさんという人がいるんですが、まあ、今回は、えー、っとユニットでナガシー人で来てくれまして、まあまあ一生懸命ね、すごいやっぱり、ね、一生懸命って大事だなって思うんですよ本当にね。やっぱりその 僕も、ね、やっぱり講座に上がる人間としてあの一生懸命じゃない人はううかろうが下手だろうがね応援したくなくななっちゃうんですよやっぱりそのす心がこもってるっていうことはとても大事なことなんだなぁとすごく思ってた思ってる私がやっぱり君でああやっぱりこういう人がこんだけの一生懸命やってやっぱり人に伝わるなという感じでものすごくいい。あのー ステージを見せてていただきましてで一番最後私はまあちょっとネタを一席やったんですがちょっとまあ一席目がちょっと割とあのなんだろうな我々の少ない話をやったもんだけど介護はガツンと思いっきりやってわっと盛り上がりましたらまあ打ち上げも盛り上がりましたらまあお客さん方今までで一番良かったもうこのね今までで一番良かったっていうのはう今まで何聞いしたんだって話もするんですよねだって今までで一番良かったって18年もやってるんですよ。 18年やって今まで一番良かったなんて覚えてるそれは本当に。まあまあいいですよ。それ今言われたんで。実は違う回でもこの間、今まで一番良かった。それも同じぐらい続いてる回なんですけど、言われたんですよ。だからそれはだから、ど,どうなんよく、ちょっと自分でも分かってなくて、褒め言葉なのか何なのか、頭ボケてるのか分かんないんですけども、とりあえずまあ、まあ、ちょっとこういうことが続いたんで、まあでもそれはまあ悪いことではないんだろうと。まあ良かったんだからね。えー、だからそれはまあ、 自分なりにちょっとまた咀嚼して解釈して、えー、考えて次に生かしていけるといいかななんていうことをね思いながらやりましてでそうなんですよ今回で毎年その最後,最後に抽選会っていうのがあるんですがまあいっぱいいろいろ出ますよ武蔵屋さんのくず餅武蔵屋さんの草団子 それから、ヤオキングループさんがね、新しくやってる要請を計画してくれてるんですが、その、えー、入場券を10枚くれたのと、あと、キリンさんが、まあ、お客さん全員にプレゼントでビールとかを2本ずつ作れた以外に、焼酎を4本、ピュアブルーを入れてくれまして、えー、それから、えー、我々が色紙を出したり、手拭い出したり、えー、菊丸さんが商店グッズを、がめてきたやつを出したりとか、いろんなことをしながらですね、一番最後、今までメインの、いつもあったのは、 人間ドッグ受講チケットっていうね受診チケットなってなってそれがちょっと今回ね出してくれた綾瀬さの駅前に SK クリニックの院長先生が亡くなっちゃったんですよこの春ぐらいにでこれはさすがにね本人いないのにくれってわけにいかないじゃないですかなんかちょっとこれさすがにと思ったらなんと病院から1枚出していただきまして えー、素晴らしいことに皆さんがまた最後の一つとして盛り上がったという感じでございましたんでね、えー、とても良かったなというところでございますまあそんな感じでちょっと今日はね、えー、サッカーのちょっとにわかの話とそれからちょっといろんな話をさせていただきましたけどちょっと一,一曲聴いていただきましょう「えー、今そこ園芸団」のテーマでございますどうぞ。 笑う「ことがこんなに素晴らしいことだったなんて」「本当バカだったよ大事な時に何するべきか」「じっとも考えずに暮らしてたなんて」「今僕らにできること」 Gracias. Todo que está. の提供ででお送りしまますすはいい後半ござ今、サッカーの後半も始まっていろいろやっておりますけども、ね、なかなか今、コロンビアも点が取れないところなんでイライラしていましたね激しいプッシュで日本を攻めておりますけども、まあ、ここら辺でもうそろそろ選手交代もあるかなという付け焼き場の発言をしていました。さ <laughs> さあさあ,さあそれでは えー、メッセージをね今させていただきたいと思っております。まず最初はショクマワデニコです。今日は梅雨の晴れまで暑かったですね。さて今日は誕生日、そうなんですよ。おめでとうございます。誕生日おめでとうございます。えー、娘がランチをご馳走してくるはずだったんだけどもダメになり、スーパーでお寿司を買ってきました。美味しかった。久しぶりの生もの、えー。ケーキはどうするになり、母親は駅前まで買いに行くねやだよと。えー、それじゃあ私がさすがにお金は出しませんでした。 富士屋のケーキチャリで一っ走り行ってきましたそしたら娘とかが突然帰ってきて同じ富士屋のケーキを買ってきてくれましたしかもでかいやつ嬉しかった電話で娘は帰れないと言って,言って,て,言ってたからおめでとうも言ってくれたししかし誕生日って何なんですかね56になったのですがこんなにも誕生日がワクワクするのは師匠は誕生日ワクワクしますかそれではまたバイチャあっ通信遠く気をつけて行ってきてください。はいどうもありがとうございます ね、同じ種類だったらホールケーキの上にもう一個乗っけちゃえばちょっとしたウェディングケーキみたいになりますからね、えー、いいんじゃないかなと思いますが、ね、誕生日っていうのもやっぱりいろいろありますけどそうなんですねあの僕ね誕生日ってほんとにこのところもう何年ですかねもう何年も東京にいないんですよでまあその東京にいないで、うん、地方大体東,東北で過ごしていると。 でまあそのまあ、今いろいろ一緒に回ってる人が急にあのお客さんに「じゃあ今日は自殺しよう誕生日で一緒に歌いましょう」ってやってくれてる時もあればなんか全然知らないわけが分かんないあのおかまバウンの店でそこにスケーキが仕込んであってそこで出されたりとかいろいろあるんですが、えー、っち基本的に一つ言っておきます私ねサプライズが大嫌いなんですよ。サプライズうえーって盛り上がれば盛り上がるほど僕は冷めてきますよ僕はね。 うん、そういう時はあの普通に行ってくれれば断ったのにっていうふうになるしあの僕は乗らない時は乗らないですからね僕はディズニーランドも乗らないですからディズニーランドもね僕は昔付き合ってた女の子にディズニーランド行こうって言われて「いや行かない」っつって「行ったら面白いから」「いや絶対面白くないから行かない方がいいよ」いや「行ったら絶対面白いかな」っつって,言って行って「やっぱり面白くない」って言われましたから本当に。 っていうかまあ、面白くない態度をするので面白くないに決まってるんですよそんなものは。あと行きたくないっていう人を無理やり連れてって面白いからなんてど,どんなお,おこがましい考えなんだと嫌 <laughs> なやつですた <laughs> だただだけど本当にねだめなんですよだから、ね、もうなんかディズニーランドジブリそれから「北の国から」ねこの3つあ金八先生これは僕の,あの体内には入ってないので全然。 一つよろしくお願いしたいなと思っております。あの平成狸合戦の絡みの仕事はしたことありますけどね。唯一それだけです <laughs> <laughs>、えー。そんなこと。まあ、でも誕生日おめでとうございますね。まあ,まあ、まあ、まあ、でも、まあ。な、ほら、でも、お母さんもね。お元気なっちゃいますから、だから,ほら誕、誕生日、よく誕生日というのは。自分もそうだけど、産んでくれた母親に対する。お礼の日だよ、なんていう。ことも言いますから。そういうお礼の。おも、気持ちの持ち方も。あるんじゃないかなと。 思いますよ私もだから本当にもう逆に言えば母親と誕生日なんてもう何年も過ごしてないですしで10代の頃3日3年どっかの3飛んで3年ぐらい自分が誕生日だって忘れてどっか遊び行って行ってて帰ってきてなかったこともありますのでもう本当に誕生日っていうのは僕なんてあんまり大事ではないあの一時は自分が何歳かもよく分かってなかった頃がありましたよ本当にもう。 本当に全然その意識をしてなかったのがありまして、えー、怖いですだからね、うん、まあだからまあそれでもそれで私はそれでいいのでいいなという感じでございます、はい、続きましてラジオネームあなたのキャメロンさん師匠こんばんは土曜日はお疲れ様でした菊丸さんの新作落語大笑いでした何とも言えないぐらいの表情がたまりませんモノマネもおばちゃんたちにとても受けてましたねと初流し出もとても良かったですもう少し聞きたかったぐらいでした おいしい食事とと抽選会と盛りだくさん屋で,で,である抽選会何かしら当たるのですが今回も飲まない焼酎が当たりました、えー、来週からトークツアーですねお気をつけて行ってきてくださいということでございましたありがとうございますね当たってましたね焼酎ね <laughs> でもねその隣にいた方が今までそういうところで、えー、抽選とか会で当たったことが一回もないっていう人が当たったんですよ当たったんですが かわいそうなことに一番最初のくじが当たたっっちゃったんですね全部の弾く一番最初のくじが当たったんで当たった後はずっと退屈っていうそういうまあ難しいところですね吉屋氏がいろいろあるもんだなと思いましてでも本当にまあ、ね、面白いぐらいのもんでそれでその今回はいわゆるその貝の中のいわゆるなんだろうないわゆる下地の下地のって言い方はもっと申し訳ないけどあの誰が当たってもいいようなものたちがですね全部その えー、テンハーフのスタッフに当たるというそれがすごい面白かったなんかもうやってんじゃねえかってぐらいに当たっていくのがねもうすごい面白くてみんなが「あそれは」っていうやつがそこに全部当たっていくっていうのがでもその代わり全種類当たったんじゃないかな人間ドック以外のものはいろいろと当たってってという感じがありましたけどやっぱりその。 くじもねありますからいろいろと、えー、楽しみ方もあって面白いなという感じでございますけれどもまあでもそのいろいろとねその会に、えー、抽選のものを出していただけるというのは本当にありがたいことでございまして、えー、本当に本当にいつもいつも感謝感謝でございます今年も、えー、年に一遍のこの武蔵屋話の会話の会がひらがなの話の会ということでございまして、えー、無事に今年もお開きということになりましたんでまたね来年もよろしくお願いしたいなと思って おります、まあゲストもねちょっと考えないといけないんですけどもね、ええ、何しろあの、うん、もうほんと今回は浜田さん呼んでませんよってだけでお客さんが受けるぐらい浜田さんが何度も出てる回なのであの面白かったですねあのだからその長しシが最後リクエストの時に何でもあのアンコールどうしましょうかって時に僕はもしかしたらお客さんがメロメロ東京とか言うんじゃないかなと思ったんですけどさすがにそこまではそこまで。 達者な方はいらっしゃらなかったということでございますが、でもまあ、えー、楽しく、えー、できることやることができましたんでね。ま良、あ、かったなという感じでございます。まあ、それでそうなんでこの言ってました。通り、えー、来週からですね。まあちょっと申し訳ないんですけども。来週ちょっともう動き始めちゃうんで、来週再来週。そのまた次の3週間。 えー、ラジオの方は、えー、お休みでございますそしてその次の週は、えー、また南雲亜沙子がテトスさ顔を顔してたんですけどもやつが来るとですねその旅の話とかする時間がなくなっちゃうんですよ。で旅の話っていうのは一周しないともう次の週には忘れてることが多いので <laughs> もうやっぱりさもうゲストなしでいこうということで、えー、7月の第3週は私は一人でやりまして4週にまたなんと南雲亜子が来るそうでございます。 何し,にしていかかよく分かんないですけどね考えてみたら別に役に立ってるわけでもないしなんかやつの暇つぶしのなんか時間みたいな感じになってるんですけどまあ別にまあまあいいんですけどなんかまあまあなんとなくはのんびりする時間という感じで皆さんも一緒にまったりとしていただけるといいんじゃないかななんて思ったりなんかしますけどもねまあでもその遠くに行くのでまあそうですねどんなことになるかまた今回も。 わかりませんが、あのー、古屋敷君が今回もね石津と一緒で、えー、回るんですけども彼が今日あの今新聞で何か連載してんですかデイリーなんかデイリー東北なんかわかんないけど連載しててそこで、えー、今度もうすぐ、えー、あのうーん東北の旅が始まりますっていう今日記事を今日の朝刊ですかねアップしてくださいまして。 えーまあ、私とこれでこれで 4, 4回目の旅になってどうのこうのみたいな感じでいろいろと書いてくれましたけど、まあ、文章的には点数20点ぐらいの点数でしたけどままあまあもうちょっと勉強していい <laughs> あんまりね嬉しくなんか文章ってイメージないもん、ね、なんかねなん,かなんか口述引きかなんかで誰かに写してもらえばよかったりしたのかなという感じもしたんですがなんかまあまあ一応でもいろいろと普段言ってることでした温泉が楽しみですねとかなんかそんな,そんなただ遊びに行くんじゃないんだ。そ,そんな いろいろとあの毎回毎回お楽しみのこともありますしまたおなじみのところもありますんでね、えー、ちょっと今振り返ってやってみましょうちょっとねどんなどんとこ回るかちょっと皆さんにご紹介してもいいんですけどもね、えー、ちょっと今サッカーの動きがないもんですから別に今のうちにえ,ー、<laughs> <laughs> えーっと予定を見てみましょうかはい。 来週のそうですね26日から僕は動き始めましてというのは27の28から本当なんですけどちょっともうあの夜とし並みにはかなわないということでやっぱり早めに動いて早めに一日休んでおくということをしないとですね結構ね強烈なスケジュールのところもあったりするのでそういうふうにしました。あのー、講演自体は28日から 始まりまりす28日木曜日の、えー、気仙沼です、切、え、り、ー、通しコミュニティという、切り通しというところで、えー、ここはですね、えー、そうですね、切り通しというところで、まあ、これ、気仙沼の中でもかなりあの高田に近い、えー、高田にないんだ、一関に近い、えー、境の方なんですけれども、 まあもちろん海岸から被災してきた方がそこにいたんですが切り通しにいらっしゃる方たちののりがねめちゃめちゃいいんですよ。僕も今2回行きましたけど本当にもうすごくいいのりの方たちがいるところだったんで今回ももしかしたらそうじゃないかなと思っておりますのでお会いするのが楽しみですね、はいえー。そこは午前10時から行かせていただきます。で午後は、えー、と14時から唐桑、えー、といって。 これも気仙沼と陸前高田の間にちょっとしたこう半島の場所があってから唐桑という気仙,気仙沼の中でもちょっと気仙沼市内とはちょっと雰囲気が。 違う独特のの空気のある場所でえなんかはまればはまるけどはまんないと大変だよみたいなことをちょっと脅かされて前にやった時とてもあのいい感じになったんで覚えてるところでございますけれどもそこでえ28日はね「午前と午後」とやらせていただくことになりましたそしてえっと29日はこれはもうきっと今回の中で一番強行軍ですねえ10時14時 19時っていう3回、えー、陸前高田市内の中で、えー、回るんですよ。で次の日も陸前高田市内に回るんですが次の日は午前中だけなんですよ。うまく調整できなかったのかっていう話だから、ね、なのでねんかこう何かこうしてくれればいいんですけどまあとりあえずまあまあ。でも30日は僕はちょっと実はそのえー、っと一周先の八戸の日の昼間に僕はちょっと。 遠り出稼ぎに行くことが決まりましでですね一人で、えー、その打ち合わせをするということでちょっと高台飲みながらするのでまあまあこれでできるからいいかなという感じではおりますねそして、えー、7月1日は日曜日オフ船トですオフ船トはです、ね、いつもお世話になっておりましたあのケアハウスとかの 担当の方がですね、そこの場所を辞めて、今はまた違う所で働いてるんですが、まあ、その流れの中でいろいろとご紹介していただきまして、えー、午前と午後、お船どもやらせていただくということになっております。今回はね、お船渡に3泊、3連泊でございます、それもプラザホテル、ちゃんとしたホテルに3連泊でございますのでね、えー、体、これちょっとあんまり疲れをちょっとや取りながら行こうということで、えー、前の日も飲んでますから、ちょっと古屋宿にもちょっとゆっくり休んでもらいながら、えー、行こうという感じでございます。 で7月2日今回初めて釜石の「三陸駒車」「駒」っていうのは馬編の俳句の句でいわゆるそのそれがそのなんだあのお子さんとか例えば情緒障害のある子とかそういうことも含めてその馬と触れ合うことでいろいろ取り戻そうというあのところにそこに1泊してそこで夜公演をすることになりました。 で次の日は、えー、我々毎年、まあ、おなじみでございますが、えー、泊めていただくのは田野畑村八九の家でございまして八九の家でやって、まあ、そ次の日どこでやるのか分かりませんが八九根でやるという百年で泊まって何かどこか次の日やるという感じですで7月4日はですね、えー、とこんな盛岡初めてなんですけども袋、えーえー、幸福の福に平名でろうという送りで、えー、つい ついいいに2ヶ月ぐらい前にオープンしたお店でございます、えー、そちらで、えー、落語と、えー、7月横から浜祐介が導入あの合流してきますので、えー、3人でやらせていただくということになっておりますそして、えー、7月の5日の日はこれも盛岡でもう4年目になりますかね盛岡町家物語館というとこですねここで、えー、浜祐介も登場でございます浜祐介古屋敷裕太 私は3人でまたやるということになっておりますそうですねでその次の日はえー、っと7月の6日の日はえー、っと午後午後ですね午後とは夜か夜、えー、っと夜あそこ行くんですよあの奥入瀬町というところに行ってあのお酒のね桃川桃川が酒造があるとこが奥入瀬町なんですね でやってというで次の日八戸の、えー、なんだかステップだか何とかっていう昔ねみんなで行った時の打ち上げやったとこですね,あのね地下の,あのなんかレンガ造りの壁みたいなとこの、えー、会場でまたやりますそして、えー、8日の日日曜日7月8日の日は、えー、これは朝虫温泉で、えー、昼間やりまして。 えー、そして9日の日、えー、横浜中学校、えー、早いですよもう10時ぐらいにはもう始まるという感じで横浜中学校で、えー、ラフをやりまして、えーそうですね、で今回10日の日が一日お休みでございまして11日の日、えー、北上の、えー、J ・ボーイさんこれも毎回やらせていただいております J ・ボーイさんですね。ももうこれも うん4回目5回目ぐらいなんですか年に2回ぐらい今ここでやらせてもらってますので j ボ o y さんで、えー、また、えー、美少年さんというお話ライブライターの方それから濱介私小手春菊3人でやるという感じでその後戻ってくるというそういう予定になってきておりますもう公演数も14公演ぐらいあると思うのでまあまあ体調をね整えながらゆっくりとやっていきたいなという思いでございますけども。 なんか怖いですね。なんかメッセージが来ると、なんかこう。えー、ああ、そうですあ、すごい。<laughs> すごいですね。デニコさんから速報メッセージでございます。師匠ありがとうございます。サッカーは日本二点目入りましたよ。すごい、ちょっと、ちょっと、切り替え、切り替え、切り替え。してるんだよね。こんな喋ってる場合じゃないじゃないですか。何が、何が、何が、何が。うん、うん、うん、うん。はい、あら、はい、起き上,げ上がれ、立ち上がれ。立ち上がれ。 あらこれまだこっちはまだ二点になってないのこんな「<laughs> シーバん。ゼキー」と言ってましたが「シーバーゼキー」っつって,ってなんかやってますからね。これかっ ももしかしししかかかたらちゃうのかなこれねすごいよそしたらこれねもう奇跡ですよもう勝って、まあ、負けた奇跡も負けて奇跡も何でもあの奇跡もないと思ったけど勝って奇跡もどうかと思うけどねはんはんバリオスにイエローカードピピー全然スコアは出なして今度点数出ないよまあちょっとまあでも2点入ったそうでございますので。 すすごいですねちょっとままままあまあ、まああこれちょっと点数入っちゃうとにわか坂は増えますよこれまた渋谷の駅前これみんな今日これ大変じゃない大騒ぎじゃないこれちょっとたまには北千住もあの電気代の前とか大騒ぎになんないたまに。ダ <laughs> ーッて集まって誰も集まって困る人いないからなあそこ別にね鳥吉しがみんな客が来るって喜んでみんな24時間営業だから喜んでんで。 なんか止まっちゃった。まあい,いやいや、まあそんな。そうなんですね。はい、今もすごいですね。ちょっとまあ一回ちょっと一回実況。まだいちいちだね。これはね、まあもうちょっと遅れてくるのかな。そうですか。まあでもまあまあまあ価値はすごいし。 あすごい全部こうやって出てくるんだね一個一個のプレイが全部ここに出てきますすごいですねデータを閉じるうん,うーん全然喋ってない <laughs> <laughs> そうですかいやいやいやでもまあ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 勝ちはすごいですよこれでもまあ今までだって一回も勝ってないんですか日本は一,一生 あのだから勝ち点でセカンドリーグに行ったことは一回あるんだと思うんだけどうん勝ったりしてんのかなしてないのかなだって日本に負けたらかなり恥ずかしいですよこれちょっとだってねあの覚えてますかオリンピックで日本があのブラジルに勝ったんですよ一回マグ本当に。 超まぐれで勝った試合あの日ねどっか高崎かなんかでね日本人一人殺されてますけどねブラジル人にね本当に気をつけないと勝って調子乗ってるとねひどみにないますよそうです <laughs> 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 ま,あま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 あいいでしょう、まあ、そんな速報も入ったことで今何分なのああと10分ぐらい <laughs> さあ 試合もだいたいさっき始まると同時に始まったからまあ終わるぐらいには終わるからねかえ <laughs> ってヤフーニュースとかが速報だったりするんだよこれなちょっと待ってね確かめてみますからうんさっかー日本代表速報うん本当だ後半38分何やった38分 大迫,だ大迫が雄也が後半38分で、えー、立ち上がってああそうなんだ後半足を押さえてピッチンに倒れ込んであそこできっと振り聞くからかなったのかなああなるほどなるほどまあね別にわかりましたそんな感じでございますまあ ねまあ、どっちにしても本当に調子の上でほしい調子の上で調子の上でやっつかせよ、ね、調子乗ってはたら大抵変なことになりますよこの間の酒井監督もそうじゃないですかあのゲラゲラ笑いながら試合見て横に政治がいて <laughs> 政治千原政治がいてねあもうゲラゲラ笑いながら見たらクビになっちゃったねあれも面白かったなだってゲラゲラ笑い本当ントにハハて笑って試合見てんだもんあれはダメだよな ななんか情けないねパワハラでまだクビになってすみませんはまだなんとなくあれだけどゲラゲラ笑ってクビになるっていうのはちょっと,ょっと悲しい感じで一切のなんか指導する立場からを取られちゃったんで一切指導できないらしいですよもう吉田が指導するみたいです吉田が大変だね吉田もねねあアルソック今胃腸だからね, <laughs> あのね天井からこうビーム出してるれな懐かしいですね吉田 まあでもこれからですよでもこれからってそうなると今度ほら伊調対吉田の対立構図が出来上がるわけだからちょっと面白いんですよこれは日本人としてはもうあのー、維,新維新軍対正規軍みたいな西日本プレスみたいな感じになりますよねちょっとねこれね越永四郎ですよあのー、伊調か,かわいそうだと、ね、郎ケツですケツねそうなんだまあでも本当そうそうか でもそれでほらねお互いの選手がこう戦いあってでもトータル見るとやっぱりどうもあの私学館は強そうですから全部選手にも全部揃ってそうですからで終わったほら酒井監督の娘がいるんですよ娘がこれがまた石返しであの伊調のとこに体重合わせるかなんか来てでそこにお姉さんが復活,復活するって,ってあいつを潰すためになんかやってもちょっときてなんかしてちみどろの戦いになったちょっと面白いなあ本田だ本田出ますよ皆さん <laughs> <laughs> ただテレビ見ながら飲んでる人ですね。<laughs> <laughs> ホンダ出るホンダ、えー。あ、香川が降りてホンダ？うん、あ違うのか。うん,ん。あ香川降りんだ。ホンダだ。ええ。あそうまあそうね。二人司令塔いるとねやりにくくなっちゃうからね。で今度ホンダ流でいきましょうと。うん。 よっしゃあら、ホンダ d そったで、ね、こっち、アシンメトリーだ、アシンメトリー。なかなか勇気いるよう、ね、にアシンメトリーするやつってね、ちょっと嫌な感じだね、38分で点取られちゃうのはね、ああ、こっちも、コロンビアも選手、変えましたよ、コロンビアも。なるほどね。 あー大変だ、まあ、この中まだいちいちですからこの中はまだテレビの中はねだから自分たちが点取られるのを知らずに喜んで応援してますから今のと <laughs> <laughs> そうですかまあまあまあねおおお当たりがきついおあやっぱりだんだん乱暴になってたねだんだん乱暴になってくるってことはこっちは日本は あのいいことですよ、向こう側が焦ってきてるんだね、しかしね、川島もずっとキーパー、川口の後続いてやってるんだね、ずっとねで、でかいキーパーってのは、やっぱりずっと必要なんだね、やっぱりね、独り言か、ほら、もう曲なあでし曲がもう、いやいや、でも本当に、皆さんもね、これ、テレビ見てるかもしれませんけど、見てないか、これ見てない、見てない、これ見てない。<laughs> 分かんないけどまあまあでもまああれですよちょっとねこれ悔しいからじゃあ入ったことにして日本語大阪が今38分入れましたゴーっていう感じで一回 <laughs> ねえなんか自分だけ見てないみたいで悔しいからなんかちょっと <laughs> そうかさっき切り替えなきゃよかったなさっき <laughs> ずっと見てるよかった。<laughs> なんか切り替えたらなもっと戻っちゃったみたいな感じなんかねほら日本一になってるわよいしょ、うん、そうなんだね <laughs> ほら終わっちゃうこのまま あと5分だ、あと5分です、あと5分。ああちょっとしちゃったね。延長するか延長。ソープじゃないんだから延長って。そうですか、これ勝っちゃうよこれ下手したらこれ5分。阿知間のタイム5分か、ゴで出たのは今、そうか。はあ。まあで入れたって同点だんだこな。俺な そうなんだねあと1分半 <laughs> こういう時はもう思いっきりもう一回入れちゃうんですと勝ち点が2とか3になるでしょう3なのあと点差点差そ,こ,そここで来て本田で入るのはちょっと心強いね,ねあとはもうま回、あまあ、したらこれあのサッカーと柔道が違うとかやっぱりこのしょ積極的 指導とかそれはないかそいならね守りに入っていいんだもんね、い,いざとなったらね。ううん、さああと1分だって、えー、そうですか、まあまあ、これ、ほぼ勝ちみたいな感じですが、サッカー分かりませんけども、ちょっとでも、ああ、ああ、いやいや、ああ、い,いやいい,やい,い,やい,いや無視して、無視して、あどんどんどん,どん,どん潰,す潰す、潰す。 そういういことであと30秒でございますが、まあ、今月はもうこれで今日おしまいということでございまして、ねえー、皆さんまた来月お会いしましょう。遠くの話いっぱいいろいろ用意してまいりますのでまた何か、ね、皆さんにお土産みたいなものを渡せるといいなとは思いますが、まあ、そんなことも含めながら、ねえー、今年の前半はここでおしまいということでございます。えー、皆様、ね、今日は 半分サッカーの話をしながらという、私も今までこんな長い時間、サッカーの話は人生の中でないですから、こんなサッカーの話したことで、まあ、そんなことでございまして、そういう私も見ていただけたということで、アジシラのタイムはあと3分ぐらいでございます。ああと3分後にはじゃあおやすみなさい <laughs>